デンドロビウムカナリキュラタムデンドロビウムコナリキュアレイトムは卵化石穀属の植物の一つ。その茎の形からオニオンオーキッドとも呼ばれる。常緑性の多年性双本。偽球形を多罰性し、根で樹皮状に付着する着性植物。複数の茎を持ち、その先端から数枚の葉を多罰性する。 茎は高さ3から1 2トル、幅1.5から3トル、卵形で、丸々と太って硬い。葉は、長さ5から2 0トル、幅0 6トルと細長く、多肉質で太くて、棒状でやはり硬い角質、表面は多少くぼむ。花は、茎の先端から、まっすぐ伸びる花形に生じ、一つの茎から1から4本生じて、それぞれに、 多数の花を創状につける。花は、計1.8から2.2センチメートル、方向がある。側花弁と角片は細長くてねじれ、黄緑色で、先端は紫を帯びる。新弁は白くて先端が散列し、紫や格子色の反紋を持つ。開花期は、冬から春。スパチュラータ系セクションスパチャラタに属するものの中では、ごく小型種である。 その偽球形の形が玉ねぎに似るとのことで、オニオンオーキッドとも呼ばれる。オーストラリア北東部とニューギニアに分布。標高500メートル程度の直射日光と風に、さらされるところに生育し、メラリューカという木に着生する。開花期には、極端な乾燥状態にさらされる。ヨーランとして栽培されることがある。蒸気のように乾燥に耐えるが、根の周りの過湿を嫌い、 通気を求めるので、木炭や、バークなどで植え込むか、コルクや木片につけて栽培する。以下、種として飛ばし P210、辛沢監修 P187 松原、P3 松原、P3、ありがとうございます。